立山。立山は、日本の飛騨山脈、北アルプス北部、立山連邦の手法で、中部山岳国立公園を代表する山の一つである。小山、小山、標高3003メートル、大南寺山、を、小南寺山、標高3015メートル、富士の折立、富士の折立、標高2999メートルの三つの峰の総称である。 お山のみを指して、立山ということもあるが、厳密には、立山連邦に立山と称する、単独棒は存在しない。剣岳、鹿島槍ヶ岳と並び、日本では数少ない氷河の現存する山である。立山は単なる地理的な名称ではなく、室堂や地獄谷、三田ヶ原、立山カルデラという立山一帯を含んだ地理的な広がりと、立山信仰や、 呂杯登山など精神的な広がりを含んだ複合的な意味を持っている。かつて山体は縦山カルデラにあり、元の縦山火山の山頂部は侵食で喪失している。三田ヶ原と五色が原はこの火山の火砕流堆積物や溶岩の大地である。三國ヶ池、緑ヶ池は河口湖であり、現在の縦山火山の主な火山活動は 地獄谷周辺の火山性ガスの噴出と温泉噴出である。日本三名山、日本百名山、新日本百名山及び花の百名山に選定され、富山県のシンボルの一つとされている。小山の山頂には、小山神社本宮がある。峰本社神殿右端の前には、測量の基準である、大きな黒三影石の標石、標高点三千三メートルがあり、 その約70メートル南南西に一等三角点、標高2991.59メートル、点名は、立山の標石が設置されている。立山について、万葉集には、立ち、夜朝と記された。日本の3000メートル上級の山の最北端の山で、富山県の最高峰であり、北陸4県及び関日本海地域の最高峰でも、 日田山脈、北アルプスの北部に位置し、その主稜線の三俣連下岳から分岐する西側の稜線上にある。東側の親淵まで伸びる主稜線の後ろ立山連峰と黒部川を挟んで退治している。以下の主な源流の河川は富山湾へ流れる。陶器はシベリアから吹く寒風によって日本海で発生した水蒸気が運ばれ、 縦山の3000メートル級の山々にぶつかることで大量の降雪をもたらす。世界有数の豪雪地帯であり、積雪は15メートル以上、最低気温は氷点下接し20度以下になる。室堂周辺から上部は森林限界の排末帯で多くの雷鳥が生息している。花の百名山に選定されていて、室堂周辺などでは雪解けとともに、 多くの鉱山植物の開花が見られる。立山林道、立山うつぼ草、立山あざみ、立山金梅、立山扇などの立山の名称が付く、高山植物があるが、立山の固有種というわけではない。登山者や観光客の増加により、室堂周辺は外来植物や病原菌の侵入など、生態系の破壊が危惧され、全国的にも早い段階で、 マイカー全面乗り入れ禁止、マイカー規制や草刈十字軍などの民間ボランティアによる環境保護活動が行われるようになった。立山は古くから立山主弦と呼ばれる山岳信仰の山として日本三霊山の一つとされている。古代には立山権弦として平安時代からは地獄極楽のある山として阿弥陀信仰と結びついてきたという変が見られる。 お山神社の主神は、イザなぎの御子と、本寺仏は、阿弥陀如来で、不動明を本寺とする、田寺から尾の御子とを副神とする、神仏根香が見られる。立山本港の大山に、峰本社があり、三徳足倉寺の中宮の、紀元殿、岩倉寺の麓とを見や、前立社団と共に、三社一体の形を有する。峰本社を見上げる室堂平には賛道の場として、 建てられた室堂が復元されている。立山山六には、足倉寺、岩倉寺の二つの拠点寺院がある。大友やかもちは、すめかみの岩、牛は黄います。新川のその立山に、国津神の領有される、新川のその立山に、と立山の霊性を読んだ。立山は、山頂付近に、地獄、地獄は、古い日本語で温泉の意味がある山としても知られていた。 1964年、昭和39年6月20日に、高原バス全線、美女、平室道が営業を開始すると、標高2450メートルの室道までバスで行くことができ、縦山登山も非常に手軽に行えるようになった。縦山アルペンルートが春に除雪され開通すると、室道ターミナル付近の道路は、両側が10から20メートルの高さの雪の壁となり、 雪の大屋と呼ばれている。室堂の北側には、三りが池の湖畔を通り、地獄谷へ向かう遊歩道がある。地獄谷の北西にはほとんど草木が生えることができない、閻魔山と呼ばれる洋を含んだ丘がある。地獄谷では、噴煙、火山ガス及び温泉の源泉が出ていて、有毒ガスの濃度によって遊歩道が通行禁止となる場合がある。この源泉が、 周辺の宿泊施設で温泉施設に利用されている。立山と三田ヶ原周辺は3000メートル級の山々とはいえ古くから多くの人の参拝が可能であった。それに対して剣岳をはじめとする山々は近代になってようやく登山の対象となった。近代登山参照。江戸時代から旧越中国の多くの村では 男子は十五歳または十六歳になると、成人儀礼として、集団で、立山、小山も倒廃する風習があり、この立山参りで一人前と認められた。明治以来、富山県内の小学校で、学校行事として立山登山が行われてきた。また、県教委主催で、県下から小学六年生を募集し、十二歳、立山夢登山も行われた。しかし、年、 平成15年7月、小学生が転落し、収容先の病院で死亡が確認される事故が起こって、以後、学校からの登山の計画や届け出での規則が強化された。黒部立山アルペンルートの交通機関を利用し、室堂を立山や剣岳などの登山口とする場合が多い。立山室堂山荘と市の越津を経由して、小山神社まで往復するルートが、 最もよく利用されている。陶器は交通機関が途絶えるため、一般の登山は困難となる。春に、立山黒部アルペンルートが開通すると、室堂周辺などで、春山スキーが行われている。室堂周辺や立山周辺の登山道上に、ホテルや山小屋などの多くの宿泊施設がある。大南寺山及び大山への最寄りの山小屋は一の、越山荘である。 他に、天狗平や雨が原にも宿泊施設などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。